皆さんこんにちは。2022年度マンション管理士管理業務主任者資格説明会を始めさせていただきます。担当はレック専任講師の大浦と申します。よろしくお願いいたします。で、今日はマンション管理士ね、この資格説明会ではマンカンと呼んでいきます。で、管理業務主任者、この説明会ではね、官業という言葉を使いながらね、説明をさせていただきます。では早速ですね、ちょっとこちらレジュメの方を移しますけれども、今皆さんは各予備校のですね、各校舎にいらっしゃると思いますので、受付などでですね、こちらのまずレジュメを受け取ってください。で、こちらのレジュメにありますように、タイトルはですね、ここにありますね、マンカン官業の分野別攻略法はこれだ。で、この2021年度の本試験ですね、こちらの分析を踏まえながら、約30分程度ね、お話をさせていただきます。で、こちらのレジュメはかなりボリュームがあって18ページにわたりますので、時間内にね、すべてのページに触れることはできませんので、重要なところですとかね、ぜひここはお伝えしたいというようなところをピックアップしながらね、お話をさせていただきます。で、もしね、万が一お手元にレジュメが用意できていないという方は、基本的にこうレジュメを写しながら話をしますのでね、そういったところをね、利用してください。はい、ではね、早速入っていきますけれども、まず1ページをね、開いてください。そうするとこのようにですね、マンションの分野別攻略法はこれだとタイトルがね、書いてありますね、ここのページです。はい、ではね、ちょっとプレゼンターをね、写していきますね。で、まず1ページ目なんですけれども、ここに書いてあるのは、ここ受験日ですとかね、受験料とか書いてありますが、まずここ1点ね、注目をしてください。どちらの試験も4試択一ですねのマークシート方式で、50問を2時間で回答していきます。で、1問1点ですから、満点で50点満点ということになります。で、あとこの時期ですとかね、こういったところはね、改めてね、確認をしておいてください。はい、では次ですね、続いてこちらの下の方を見ていきますけれども、こちらがですね、マンション管理士と管理業務主任者のここ5年間の合格率ですとか、あるいは合格点が書かれています。で、まずマンション管理士の方を見ていただくと、1桁なんですね。合格率がこのように1桁で推移していきます。したがって比較的高いところで、合格者がこう設定されていきますので、50点満点の中でも比較的ですね、点数高めですね。去年2021年なんかは38点、38点の年っていうのはね、ここでも出てきています。で、それに対して管理業務主任者を見ていただくと、合格率がだいたい 20% で推移してるんですね。 20% 前半ですね。で、去年が初めて 20% を切って 19.4% です。ただここの合格率の幅がやや広いので、満貫に比べるとですね、ここの合格点がやや下がっていると。ただ両方とも共通で言えるのは、どちらも7割ここは目標として設定をしていくね。つまり35点をまずいかに取るかっていうこと、これが一つ大前提になっていきます。はい、ではね、それを踏まえて少し進めていきます。はい、では皆さんはですね、こちら2ページを開いてください。レジュメの2ページに行くと、マンション管理士と管理業務主任者の出題状況というのが書かれています。でね、ここでちょっと特徴が現れるんですね。で、ちょっとね、またプレゼンターに変えますね。まずマンション管理士、50問中法令系32問です。で、特にですね、ここにポイントがあるんです。ちょっと開くのが見やすいかな。区分所有法が12問、これはほとんどの分野から出されます。で、区分所有法で規約で別段の定めをしていいよっていうね、兄弟分ですね、ここの部分の標準管理規約が9問です。ここのウエイトが非常に高い、32問中ですね、ここだけで21問
出てきているというね、ここが非常に攻略のポイントであると。で、逆にこの管理実務会計系になるとね、ここ3問ということになっています。まあ、ここの区分所有法標準管理規約のウェイトが高いというね、これが一つの特徴です。で、それに対して管理業務主任者ですね、この上の満館と比べると、ここの区分所有法と標準管理規約っていうのはね、かなり減ってはきているんです。で、それに対して管理実務会計系が、これが3問のところ、これ13問出てるんですね。で、ここで非常にこれ解きやすい問題が出てくるので、まあ、年によって多少ばらつきがあるんですが、まあ一つの目処として10点ですね。こういったところを目指していって、この部分っていうのはかなり合否を分けていくということね、これを少し覚えておいてください。はい、では続いてですね、レジュメの3ページに行きます。レジュメ3ページですね、こちら見ていただくと、マンション管理士ですね、ごめんなさい、こちらの、まあ、傾向ですね、攻略方法と傾向というところですが、先ほど来申し上げてますように、法令系32問出るんですね。で、全体の3分の2を占めるということになりますので、やはりここ非常に重要であると。で、まあ、区分所有法ですね、それからまあ民法についての出題もありますよというところで、一つポイントはここにあるように、深い理解と現場思考力が要求される問題が中心を占める。で、この現場思考力っていうのは何かっていうと、試験の本番で考えながら解いていくっていうことなんですね。つまり今どういう状況が起きてきて、それに対して問題は何を聞いてきているのかっていうことをしっかりと考えて解いてくださいという問題が多いんですね。これを実力を伴った理解とかね、こういう表現を使っていきます。それから管理実務会計系になりますと、これ3問なんですね。でね、ここはね、満館の特徴なんですが、ね、非常に難しい問題が出される、難解な問題の時と割と解きやすい問題があるんです。で、こちらに書いてあるようにですね、解きやすい問題が出た時には、ここにあるように得点をね、落とさないことが鍵になります。で、標準管理宅契約書はですね、あまりこう出題されてこないところではあるんですが、こちらはね、24条条文があるんです、標準管理宅契約書ね。で、プラス別表なんですね。で、条文数は非常に少ないです。24条プラスね、別表ね、この標準管理委託契約書ですね。でね、中身っていうのはね、管理会社管理組合の各々の義務とか責任の範囲っていうのが上と高いんですね。で、終盤の方で終わりの方になってくると、お互いの解除に関するっていうところが少し特殊なものが含まれているんです。だから、そういったところを抑えやすいところがありますのでね、一通りはね、目を通しておかれるといいと思います。まあ、標準管理委託契約書ね、24条プラス別表で組まれているということですね。それから官業でも共通で言えるんですが、この建築設備系はですね、とにかくもうやり始めたら切れないんですよ。なので、多くの受験生が知っている知識ね、これは後ほど触れますが、正解率が7割を超えるような問題、繰り返し出される問題があるんです。これが出た時にはしっかり点を取りましょうってね、まあ、そのような学習方法で進められるといいかと思います。はい、では続いてですね、レジュメ4ページに入っていきます。で、レジュメ4ページに行くとですね、こちらは2021年度マンション管理士の本試験、こちらからちょっと抜粋していきます。で、民法その他法令系で、これ法律系が並んでるんですが、ちょっと書きました。ここに問いの1、問いの3、問いの4って、ね、こういう書き方をしました。で、これは次の5ページで、違った表で見ていきますが、問いの1っていうのはね、これタウンハウスっていうところの出題で、昨年受験された方はね、この図が書いてあって、ちょっと戸惑ったかと思います。タウンハウスってしばらく出てなかったんですよね。だから、これ初めて見たって方もいらっしゃったかもしれないです。まあ、胸割り長屋とかってね、呼び方もされてるんですが、で、ここについてはですね、正解率が 41% なんです。
で、問井野さんは管理組合法人というところからの出題で、これはもう試験の定番なんですね。で、これ正解率 85% 出てるんです。で、問いの4、これは管理者っていうところの出題なんですが、比較的定番の問題ではあるんですが、そこにね、管理所有というちょっと受験生がね苦手とするようなところを絡めてきているんです。で、正解率が 63% になってるんです。で、後ほど次の5ページで触れていくんですが、41、85、63っていう数字ね、これちょっと頭の中にねうっすらと残しておいてください。はい、で、続いてですね、区分所有法ね、こちらは、レジュメ参照されてるんですが、正解率が低いものとか高いものって、これ2021年は比較的これ分かれてきたんですね。で、正解率が高いっていうのは、これも後ほど5ページで触れますけれども、正解率が 70% を超えているような問題を指していきます。つまりこういう問題ですね。で、これは確実に点を取りたいということの目安になります。からマンション管理士ね、もう一つ標準管理規約で特徴が、あってですね、単棟型だけではなく団地型だとか複合用途型ね、こういったところの出題もありますので、過去問のレベルで構いませんので、一通り目を通しておくということが必要になってくるかと思います。なぜかというと、合格率が1桁で、先ほどもあったように合格点50点満点で38点ですね、約8割を取らなきゃいけない年も出てきますので、過去問で出てきたところはね、ちょっと細かいですけれども、こういったところを抑えていかれるといいと思います。で、マンション管理適正化法ですね、ここについては個数問題今年ありましたので、正解それほど高くはありませんが、これ必ずね、目を通しておいてください。で、管理実務会計ですね、ここのところはですね、まあ、非常に難解なものが出題されました。今年は特に不動産登記法ですね、これはとにかく難解でした。で、こういう問題は出展しても構わないということでね、それこそ現場の思考力でかこうかなっていうところでね、考えていただければいいかと思います。で、せっかくの機会ですので、この不動産登記法についてね、ちょっとだけ触れておきますが、なぜ難解かっていうとね、この二重構造になってるんです。で、どういう二重構造かっていうと、マンション全体のことを一棟の建物って表現するんですね。で、占有部分について、占有部分なんだけれどもね、101号室とか201号室なんですが、不動産登記法では区分建物っていう表記をするんです。なので、これが二重にこう出てくるんですね。なので、そういったところが分かりやすいので、まあ今日せっかくの機会ですからね、一棟の建物という言葉、マンション全体と占有部分のことを区分建物って表現するっていうことはね、覚えておかれると、今後の勉強、まあ文章を読みやすくなると思いますので、そこを覚えておいてください。から建築設備ですね、ここについてはですね、やはり過去問で出てきたところがしっかり解けたかどうかというところです。で、ここね、後でね、今5ページ見ていきますが、問いの21ね、それから問いの22です。これは非常に正解率が高い問題になっていますのでね、こういったところをちょっとね、復習するときにね、見ておいてください。はい、それでは今度5ページへ移ります。で、5ページに行くとですね、このように正解率が高い順番に、2021年度の問題を出しています。でね、まずね、ちょっと注目していただきたいのは、問いの32までのところがですね、正解率が 70% の問題なんです。で、ここの問題については、まあ9割しっかりと得点をしたいというところなんです。で、こちらの問いの48以下ですね、問いの22のところはね、ちょっと私が邪魔かな、ここから 50% をこう切っていくわけですね。そうすると、この赤く表記してある正解率が 69%、 50% のところ、ここの部分でいかに加点をするかなんです。これが一つの目安になります。で、先ほどちょっとお話ししたね、タウンハウスと出てきた問いの1は正解率がこの
40% のここの部分なんですね、なります。そして問いの4、管理者っていうのがちょうどこの赤のラインに入ってくるんです。これですね。で、管理組合法人問いの3が 85% でここに入ってくるんです。つまり先ほどちょっとね、正解率を覚えておいていただきたいと言ったのはね、こういったところの分析をしながらですね、過去問を振り返って自分がどの程度の理解が進んでいるかということを見ていただきたいと思います。で、この赤から上はもう確実に点を取りたいところ、で、この赤いここの範囲についてはいかに加点をしていくか、つまりね、合否の分かれ目になるのがここの部分です。で、まさしく先ほどの管理者問いの4っていうのがここに入ってきてるんですね。ですからこの5ページの表なんかはね、うまく活用しながらこれからの学習に、ね、役に立てていただきたいと思います。はい、では続いて今度9ページに行きます。9ページちょっと飛んでいきますね。9ページに行くと、今度こちらは管理業務主任者についてのポイントとなってきます。で、こちらですね、法令系は先ほど見てきたようにこれ25問出題されます。25問出題されますね。でね、民法の出題が比較的多いというのが少し特徴になってるんですが、かなり難しい問題が今年21年度出題されました。問いの2とかね、問いの3。で、問いの2は連帯債務なんですが、内容があまりほとんど問われたことがない内容であった。で、問いの3は債権者代位権。これもほとんど、まあ、2015年に出てるんですが、ほとんど出てこなかったということで、かなり解きづらい問題もあります。ただね、ちょっと覚えていただきたいのは、民法で非常に出題されるのが時効っていうところね、時効の更新だとか時効の猶予ですね。これ非常によく出題されます。これ少しちょっと頭の中に入れておいてください。で、今年ね、組み合わせ問題、これも多かったです。で、問いの28なんかはですね、漢字についての個数問題とかね、解きやすそうでちょっと解きづらかったというような問題も出てきていますが、今後も個数問題、穴埋め問題ね、これは予想されます。で、いずれにしてもね、こういう問題はね、形式的に難易度を上げてるんですね。受験生見たらびっくりしちゃうんです。また個数問題、また個数問題。で、個数問題はもう一問一答に割り切ってしまって、一つの足ごとにですね、丸×を正確につけていくということね、これを今から心がけてください。で、穴埋めもですね、文章そのもの、これは比較的読みやすい、あるいは出題が多かったところのどっかキーワードとかですね、これ抜いてあるところなので、落ち着いてね、読んでみてください。はい、で、もう一点ですね、この管理実務会計ね、これが13問出題されて、もうだいたい10点は取りたいよっていうところなんですね。 10点は取りたいよっていうところです。で、ここに書いてあるように仕分けなんかはね、ちょっとこれ初めてだなと思っています、感じることいらっしゃるかもしれませんが、これ2問出題されるんですが、いろはが分かればね、とにかく点が取れちゃうよっていうのが特徴なんです。で、まあ、これは講義ではないのでね、詳しくは触れませんが、おおむね毎年ね、一定の知識があれば選択肢が4つのうちから一気に2つに絞り込まれるって問題が多いんですね。ですので、これね、苦手意識持たないようにしてください。で、あとね、ここに書いてないんですが、標準管理委託契約書っていうのがあるんですね。で、これは先ほどお話ししましたように24条プラス別表からできていて、これ3問出題されるんです。まあ、2問の年もあるんですが、だいたい3問出題されます。で、ここはね、確実に点取りたいんです。で、標準管理委託契約書で、3問出て、そうですね、2問を取りたい。で、仕分けはね、だいたい2点取れるんですよ。で、今年の特徴はもう1点ね、滞納管理費について3問出題されたんです。で、これも定番の問題だったので、正解率やっぱり3問中2問がね、8割以上の正解率を持ってきてるんですね。だからこういったところをしっかり抑えたいというところです。で、
建築設備ですね、ここについてはもう満館と一緒です。どこまでやればいいのか、もう非常に細かい意識も出てきますので、ここについてはですね、もう過去問でよく出てきているところ、これ満館環境ね、共通の部分があります。インフラってよく出されるんですよ。水道関係だとかね、あと断熱関係ね、それからもう一点が、あと消防関係ですね。こういったところはもう繰り返し出されていますので、確実に点が取れるような状態にしておくっていうことが必要になってくるかと思います。で、環境の方はとにかくね、まずここ苦手意識を持たないで積極的に取り組んでいってください。13問中ね、11点12点取れる年もあります。で、これを今からですね、次の10ページのところでね、内容を確認していきますけれども、こちら、ごめんなさい、で、ごめんなさい、10ページですね、内容を確認していきますけれども、こちらですね、先ほどもお話ししましたが、民法その他の法令ね、問いの2の連帯債務ね、これはできなくてもしょうがなかったっていう問題です。で、問いの3の債権者代位権ね、これも1回出てるんですが、やっぱり取りづらかったかなっていうところになってくるかと思いますね。で、それに対してこの、こちらのですね、標準管理規約ですね、区分所有法とか含めてなんですけれども、ここもですね、実務に直結するような議決件総数ね、満館と共通しているようにその場で考えながら、あるいはその場を想定しながら解くというような問題がね、やっぱり満館同様に出題されていますので、まあこういったところですね、特に問いの36なんかは復習をね、しっかりとしておいてください。で、今度マンション管理適正化法なんですが、今年ですね、適正化法の出題がなかったんですね。ただ適正化法というのは環業ではね、ほぼ毎年のように出題されていますので、これはしっかりとね、目を通しておいていただきたいと思います。で、少しこう文章になって長めなんですが、まあ、今日もせっかくの機会なのでね、詳しい講義は行いませんが、一つのね、読み方の目安をね、申し上げます。管理の主体って出てくると、管理組合区分所有者なんです。で、ここに専門的アドバイスを与えるっていうのが、地方公共団体であったりマンション管理士などのように専門的知識を有する者が助言を与えっていう、こういう骨組みになっているんです。したがって過去問でよく出てくる管理会社の助言を仰ぎながらとかね、管理会社が主体となるためにっていうような表現が出てくると、もうほぼ×が確定をしていくんですね。だから、まあこういったところを抑えながら過去問を解いていってね、いただくといいと思います。まあこれは、指針がね、出題されるという前提で学習をされていかれるといいかと思います。はい、で、問題はこの先ほどから言っている管理実務会計ですね。で、基本的には標準管理委託契約書ね、先ほどから言っているように、これは24条しかありません。で、プラス別表なんですね。で、先ほど言ったように滞納対策、これが3問出題されました。問いの9、問いの10、問いの11で出題されました。それからね、少し見慣れないような問題ね、こういった賃貸住宅管理業法、これ1問出ましたね。消費者契約法、まあこういったところはね、少し点が取れなくても、まあ少し点が取れないって言い方はちょっとおかしいな表現ですけども、点が取れなくてもしょうがなかったかなというところですね。から問いの43の統計ね、こういったところもね、初めて見てね、少し驚いたっていう印象があるかもしれませんが、こういったね、初めて見るような問題だとか、ほとんど見たことがないような問題っていうのは、それほど気にする必要ないんです。で、後でね、次の11ページ見ますが、ここの正解率が高いところね、こういったところをしっかり抑えきれたかどうかというところですね。はい、それからね、もう一つちょっとね、その下でですね、設備系の上のところですね、ごめんなさい、設備系のところでね、今年ちょっとね、大きな特徴があってですね、長期修繕計画作成ガイドラインって、これが3問出題されたんです。
で今後もここに書いてあるようにですね、ある程度は出題が予想されますとなっているんですが、これは一つですね、新しい制度でマンションの管理計画の認定制度ですね、認証制度、これがスタートしていくんですね。でその際にこのやっぱり長期修繕計画、これがすごくこの認証を得る上でね、一つのベースになっていくと考えられるんですね。ですからこういったところの問題ですね、ここでちょっと僕の姿で隠れて申し訳ないんですが、ここの部分ね、これは今後もね出題の予想されます。それからあとね、1月31日付の新聞なんかで大きく報道されたんですが、建て替えについてね、やはり5分の4のハードルが高いので、法務省がこれはやはり見直すべきではないかという検討に入ったという記事が大きく載っていましたので、それも長期修繕計画ガイドラインとは関係が出てくるところなんですね。だからそういったところを踏まえると、このねガイドライン3もこれしっかりとね復習しながらですね、2022年度の対策にね役立てるようにしていってください。はい、ではあとここの先ほどの表のところですね、11ページです。でここも満館と全く同じです。この赤いラインのところですね、問いの35、33のところ結んでありますが、ここが正解率が 60% と 50% の、要するに合否を分ける問題なんです。でここから上は 70% 以上なので、やはり9割近くは点を取っておきたいところ。で先ほどから申し上げてますように、上位を占めるのがほとんどこの管理実務系なんですよね。ちょっと赤の方が見やすいからごめんなさいね。管理実務系なんですよ。ここも管理実務なんですね。で見てみると滞納対策です。24条しかないこの標準管理宅契約書ね、これ続いてくるんです。でここにね仕分けって出てきましたね。でそれからまた管理滞納対策ですね、管理費の滞納対策ね。でここで標準管理宅契約書とね、このようにこれ例年、管理実務のところは上位を占めてきます。で13問出る中でね、これしっかりと点を取りたい、目標で、10点という目標は立てていただきたいと思います。それから民法のところで申し上げました時効で、ね、それここで5番目にランクインしてるんです。正解 91% なんですね。でこれは管理費の滞納対策と密接に関係があるですね。官業の中では定番の問題なんです。で民法ね、確かにね今年難しかった部分ありますが、このような事項などが出てきた時にはしっかりとね正解率 91% 言ってますからね、過去問の中から学び取っていただきたいと思います。でこれねずっと見ておくと、一つもう一つね特徴的な部分があるのはですね、標準管理規約が多いんですが、建築設備でも定番のものですね、こういったね防水とかね、防水がイコールインフラかっていうとね必ずしもそうではないんですけれども、生活に密着に関係するようなところですね、こういったところはよく出題をされます。それからですねもう一点ここにもですね、建築構造とかね、でこのように正解率が高い設備、これはしっかり抑えなければならないということをね覚えておいてください。でこのね、問いの28ね、これ役員で幹事のところなんですけれども、個数問題が出ました。でちょっと細かいところが聞かれたのでね、幹事は正解率で高いところなんですが、個数問題とね少し内容が細かかったということがあって、これ正解率で、ね、下がってきています。こういうような問題はね定番の問題であってもねあまり気にしないというような、ね、ことをでよろしいかと思います。はい、では最後にですね、少しページが飛びますけれども、13ページですね、ごめんなさい、15ページね見ていただくと、レックの方で用意している2022年度のこの口座の案内と、16ページには割引、こういったものがねついています。で皆さんね今ねマンション管理士管理業務主任者両方受けようか、それとも満館だけにしようか、で管理会社の方はですね
官業だけにしようかって迷われている方ね、スタッフの方にね、これは終わった後にですね、すぐね相談に行ってください。それから、こちらのねコースの割引の方もですね、これ16ページですが、まあ人によってね割引の適用が異なったりしますので、こちらの方もですね、確認をしてください。はい、それではですね、2022年度向けのマンション管理士管理業務主任者分野別攻略法ですね、こちらの資格説明会、これで終わらせてさせていただきます。ぜひですね、皆さんもう今からチャレンジをして、必ずね合格できるようにしっかりとね頑張り続けていただきたいと思います。はい、ではね、これで講座説明会資格説明会終了させていただきます。どうもお疲れ様でした。